コーヒーとミルクを高い位置から注ぐと美味しくなるって本当？検証します。高い位置から注いだカフェオレは温度がちょうどよくて味がまろやかになるんだって。本当かな。注ぐとバラがくるくる回るベルサイユのバラっていう名前の紅茶もすっごく美味しかったです。コーヒーとミルクを高い位置から注ぐと美味しくなるって本当？検証します。高い位置から注いだカフェオレは温度がちょうどよくて味がまろやかになるんだって。本当かな。注ぐとバラがくるくる回るベルサイユのバラっていう名前の紅茶もすっごく美味しかったです。コーヒーとミルクを高い位置から注ぐと美味しくなるって本当？検証します。高い位置から注いだカフェオレは温度がちょうどよくて味がまろやかになるんだって。本当かな。注ぐとバラがくるくる回るベルサイユのバラっていう名前の紅茶もすっごく美味しかったです。